はい、こんにちは、ペソでございます。三国志2第3回目ですね。続きやっていきたいと思います。で、9月になってね、ターン回ってきたところでちょっと終わったんで、一回ちょっとね助言を聞きながら、劉表さんの本国がねちょっと強大になりつつありますよというね、意見が来ましたね。で、ここはそっか楊州さんとかね、中東さんとか海越さんにちょっと褒美をあげときましょう。はいはい、97ね。で、あとは土地価値は問題ないので、治水をちょっと何人かにね、やっていってもらおうかなと。ああ、間違えた。何番だっけ？10番ね。はい、30ずつぐらいでね、ちまちまちょっとやっていこうと思ってます。カンペイちゃん、で、孫健さんどうしようかな。あとは狙い目ね、誰か。ちょっと他国覗いてみましょうか。18ぐらいね、よしゅさんでいいか。はい、ほうとうさんがいる。ほうとうさん、で半将さん、とりあえずほうとうさん取ろうね。ホース同時にということで、18国法道さん、はい、孫健さんぐらいで、あ、来るね。 OK。 で、86ね。もう全然問題なしですね。そういうことか。大使は変えれるけど、軍師は本国しかできないでしたっけ。全然覚えてないな。米ね。どうしようかな。まあ売り時ではあるんですけどね。もう軍資金1000ぐらい増やしてもいいかなっていう感じはせんでもないんですけどね。どこ？はい、38,000ね。徴兵ね、かけとこか一回。関羽さんで、なんぼ行こう。今なんぼ？13,000。20,000にしときましょうか。70ね。はい。で、とりあえずちょっと長藤さんに預けの、で、関羽さんの兵を一旦ゼロにして、楊州さんで、宝刀さん、寛平ちゃんをゼロにして
で、これも0。で、関さん、5000。関平ちゃん、4000にしようか。で、長藤さん、3000。はい、これでいいでしょう。あとは、孔明さんだけ空いてんのか。省略できるかな。よいしょ。誰行かそう。誰んとこに行くか。誰に敬意をかけますか。誰に敬意をかけたら逆に面白いんかですよね。東和さん、そうか、キャンセルするとダメなんですね。仕方ないね。じゃあ、長雲さんのとこに移ってきたので、まず長雲さん、いや、ビフォーさんも大丈夫だから長雲さんからかな。43でしょ。8万6000円売ったらね、6万5万ぐらい残るのかな。ほい。で、我が国を通過中の劉将配下ゴランを調べると密書を携帯していましたと。改めますかということで
ですね。あ、なるほど、そういうことね。捕らえる。あ、逃げられた。関数さん、捕らえる。あ、逃げられた。あ、信用度が落ちちゃった。本国ですね。まあまだまだちょっとたくさんすることはあるんですけど、で次は宝刀さんのね、忠誠度をちょっと上げてあげないといけないかなと。宝刀さん9番、はい、50ぐらい上げたらどうなのかな。はい、あー中途半端。8って誰いんの。あー角戸さんとかか。だいたい戦力は握ってるよね。ここは前走さんがいるけどちょっと弱いな。はい、よいしょ。あー、Dさんがいるんか。面白い契約ですぐやってみましょうということで、あー、そうか、一回キャンセルするともう見れないのか。はい、あ、そうか、在野は東洋、なんていうか登用できるけどもっていうところですね。
あとは、チョインさんと劉宗さんと美穂さんね。まず劉チョインさんにしようか。60ぐらい97位。で、訓練度がそうそう足りないんで、消費さん、美穂さん、調理さん、うん、これ全員100になったね。探索でもしてみようか。あ、義援が出てきた。ほい。長所さんならいけそうな気。うん、来たね。義援の、まずまずね。そうか、義援のことすっかり忘れてた。あとは、うん、治水は70ぐらいまで持っていきといきたいですね。でもあと賢い人いないからパス。はい、しつこいね。お断りします。おお、攻めた。早っ。正義が長路についたと言いましたね今。忠誠度ね、まず確認して、次は寛陽さんか。長路さんのとこ、そういやまだ見てなかったね。うん、まあそれなりにメンバー揃ってますね。あとはどこだろう、美味しいとこといえば。ここか。でもね、兵力を持ってて、あ、長江さん下がってるじゃん。これはもしかして、もしかしたら、はい、六国、長江さんで孔明、あーダメ。六国、長江さん、楊守さん、あーダメ。海越さん、うん、ことごとく蹴られるね。六国、長江さん、宝刀さんで、あーダメか。残念。ちなみに来たりして、あーダメか。うん、じゃあ最後に、間違えた。
あ、観光さんね。あ、でもね、全然ダメな方の観光さんですね、これは。まあ仕方ないですね。頭数は欲しいけど。相場も中途半端ですしね。一応やっととこか、やっぱり、手紙でよいしょ。はい、あ、78ね。へえ、まあもうちょっとメンバー増えてからですよね。よし。あ、また来た。はい、手帳にお断りします。お、お、そうなん。芝居が裏切ったすごい、とんでもない展開になりましたね。ちょっとね、時間、そうですね、22、23分になってるんで、今回ちょっとこのターンやる前にね、終わらせていただきたいと思います。三国志2、3回目でした。ではまた続きは次回お楽しみにしてください。さよなら。